暮らしています。芝のナートやイルミネーションの日を過ごしすぎて少し風が出てきました。さて、ゲームより5正面ピンで中央11番のアイルシャイン最後に受けます。ゆっくりと重ねて係が離れました。スタートしました。真ん中の1番にシルドザッとコースターとオーダッシュを決めています。チーム流しで飛び出しました。2番のアイアラコダラッと手の2番手です。1馬身さん、7番のコクシェルが3番手、10番ピーストークスが並んでいきました。これらが先面を形成、その後は2馬身切れました。中段グループですが、そこから9番のマイクルフーメン、そして1コース1番のオッカルの残り1200を切りました。10番のデビューザーその後ろ、その内から8番の大新山とで、これから3コーナー1馬身半差、5番のコンレーダーが通走しています。1枚から3番です。残り 1000m なので3コーナー、2馬身がいて3番西戸ベストワンがおしまいから2コーナー、1馬身さん11番アイルシャインが最高峰です。前は最高コーナー中間、6番のシルコーン先頭で発表を切って1馬身半リード、7番のクシェルが2番手、この後1馬身10番のマイクルフーデンが3番手、そして1コース2番のアイアナ、その前の4番ビーストークス、第2コーナーカーブ6を切りました。その後外へと出す1番のドッカル、6、10番デビューズ、第2コーナーカーブから直線に入りました。ゴールを外に出した5番のコンプレーターです。さあ残り間もなく400を切るところ、6番のシルコーンが先頭で外を駆け上がる、シュートの逃げ切り勝ちです。